カボウキガイカは2枚ガイツネヨクケアズナの一カである。いずれも大型のカイサン2枚ガイで、平らぎなど食用になる種を含む。拡張が尖った三角形の殻を持ち、殻の内面には、かすかな真珠光沢がある。殻の外面には、弱い放射薔薇があり、殻は、薄質で壊れやすい。先端から、たくさんの足糸を出し、周囲の砂粒や小石を付着させて、体を固定する。 このアシートは、シーシルクとして珍重され、アトリーナ・フラギリスやピンナ・ノビリスなどから採取される。一部の種は食用に漁獲される。ローズ・ウォーターは1961年の著作で以下のように述べている。ハボウキ機イカは、世界各地で経済的に重要な種である。ほどほどの品質の真珠を作り出す。地中海地域では、何、世紀にもわたって、 ピンがノビリスの足糸から作った繊維を手袋やショール、ストッキングやクロークなどの衣類の製作に利用していた。古来よりこの繊維で作られた服食品はその魅力的な黄金色から珍重されてきた。今日、波防機外科の会は日本やポリネシア、インド太平洋地域の当初やメキシコ西海岸で食用にされている。 ポリネシアでは、アトリーナ・ベクシラムの貝殻に彫刻を施して、装飾品にしたり、大きな貝殻を皿にしたりしている。極めて細いピンナ・ノビリスのアシート・ハボウキガイカには、イカの族が含まれる。ありがとうございます。